はい、こんにちは。こわちゃんねるまはるです。はい、今日はこわちゃんで遊んでいきましょう。仮面ライダージョーのタッチ変装デラックス時間デスピアです。はい、この時間デスピアはビヨンドライバーと一緒に発売されたものですね。うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでこちらが時間デスピアですね。はい、こんな結構かっこいいデザインになってますね。今単4電池2本入ってますので早速電源入れてみましょう。ここです。ああ、ビヨンドライバーと一緒だね。はい、で、トリガーがここにありますんで押してみてください。はい、これでこうつく感じだね。こう、そんな感じだね。はい、あえて必殺技遊びやりたいんだけど、これ一番上のね、仮面っていう部分をタッチするんだって。これね、タッチバーになってんだってさ。面白いよね。じゃあ、ごめん、押しちゃった。一回タッチしてみましょう。で、ここね、こうスライドするんだって。やってみて。あ、ブルルっていった。で、これでトリガー引いてみよう。ああ、これがね、中必殺攻撃なんだってさ。中必殺技ね。で、このね、スライドが結構強く押しちゃうとダメみたいね。何回か今やったところそんな感じでした。軽くスライドした方がいいみたいね。じゃあ2回以上やってみましょう。さあ、トリガー。すげえ結構爆発したすげえ爆発した。ビヨンドライバーの必殺技よりすごいよ今はね、ここにも書いてあるんだけど槍モードですね。で、槍モードなんだけど、これをね、鎌モードにできますね。鎌をタッチしましょう。はい、鎌、はい、鎌しすぎてね。鎌しすぎの場合、これこうします。で、こっちが歯になるみたいですね。はい、で、トリガー引いてみようか。あ、こうすんだ。こんな感じだね。じゃあこれで必殺技もいってみましょう。まずは中から。なるほど。じゃあ2回以上やってみよう。一撃カマーンって言ったんだね。はい、じゃあ続いて杖モードやってみましょう。杖を立ちね。杖すぎで、これをそうだね、ここが杖になりましたね。トリガー引いてみましょう。お、魔法だこれ。へえ、これいいね。時間が止まってるみたいな感じ。じゃあ次仮面いきましょう。はあ、じゃあ大必殺技。マジそうだね。エクロムにかぶせてきたかなちなみにこの前出たライドヘイセーバーと比較してみるとどうかな。ライドヘイセーバーの方が長いか。そうだね。あ、じゃあパパは、僕はで対決だ。うわ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 、いきなり決めてやるぜ。おめえ！おお！ドア！はあ！あいたい！あいたい！あいたい！貴様が！何？俺だって。命燃やすぜ！
ドリアついに真空を倒した。やっぱり平成の力だ。平成の力がやはり強い。新しい時代が何だ何が未来だ。未来ドライバーなんてビヨンドライバーか。そんなのは全然効かないんだよ。平成が最強だ。平成が最強だよ。はぁ、何ドリアじゃあ負けてないよ。はい、ということで今回は仮面ラジオのタッチ変装ジャックス時間でスピアでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方ぜひね、まだグッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画いつもとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。電源で乗せた。はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。